大嫌いです。めっちゃバーだって思います。何をビビってんですか。令和の虎見てないでしょ。いや見てます。見てないよ。こんなの受けるわけないじゃん。こんなのほんと同じく茶番にしか感じない。これだけとてつもない露骨なのは本当に遠藤さんが初めて。私が作ったこの歯科医療費控除シミュレーション特するなんですが、これを患者様が使うことによって簡単に早くしかも簡潔に医療費に対する所得税の還付金の額が概算で出てくるようになります。これはある意味患者さんにとって治療を受けるまあお得感を感じたりとか動機づけになると思うんですね。また病院側にとっては本来受けなかった治療を受けてもらえる可能性があるわけですから、それは収益になると思うんです。で、まあ、患者さんにとってもメリットがありますし、まあ、病院側にもメリットがある、まあ、ウィンウィンのような関係のこのウェブサービスを僕はこうこの場でお話しさせていただいて、多くの歯科医院様で、まあ、共感していただいた先生にぜひ使ってもらいたいなと思い今日こちらに来ました。はい、冒頭で僕の方からいいですかね。はい、どう考えてもコメント欄でお前金あるやんって書かれそうですよね。だって100万円ですもんね今回の金額。ああそうですね。これだけご立派に院を経営されてるわけですから、うん、失礼な言い方ですけど100万円なんてなんてことはないじゃないですか。ということはこのことの拡散を目的に来られましたか。もやっぱりここが僕のこの作ったこのウェブサービスの集大成だと思って来ました。どうしても僕自身がこのウェブサービスを発信するには限度があるなっていうのを感じてまして、ぜひここで出させてもらえたらいいなと思ってずっと悩んでたんですけど、もうこれならばもうやるしかないと思って今日来た次第です。ちょっとその話出ちゃったからもう最初に言っちゃうんですけど、うん、大嫌いです。ああ大嫌いです、はい、めっちゃバーガーって思います。失礼ながら。ああ、はい、なんかだったらその知ってほしいんですよねサービスをね。はいそうです。サービス知ってほしいんだったら500万円とかオールになるかナッシングになるか分かんない額で来ないとダメっすよ。こんな100万円で絶対出せるじゃないですか。逆にその100万円も出せないって見られたらこのサービスもあなたの信頼もないし、うん、動画で拡散したいんだったらなんで100万円したんですかこれ。まあ、なんて言うでしょうかね。私が一番今回このなんて言うんですか集大成として考えてたのは自分なりにこう広告してみたんです。でやっぱりそれでも先生たちを理解させるっていうのは非常に大変だったなと思って、例えばですね、じゃあ私がいろんな歯医者さんに行って営業したらそれはもしかしたらやってくれるかもしれないですけど、正直言えば全部自分でやってしまう癖も僕あって。違う、ここに出るのが悪いとかそういう話してんじゃなくて、なんで拡散目的で、周知目的で来たのに100万円にしちゃったんですかこれっていう。あ、まあ、バカみたいに達成しやすい金額じゃないですかあなたからしたら。まあそう言われたら申し訳ない。何をビビってんですか。いやビビったわけではないんです。 なんで100万円なんですか。金必要ないのをもうこの金額で表しちゃってるじゃないですか。もっと500万円1000万円って言ってああだこうだいろいろ乗っけてくれれば虎もなんか突っ込めるしどうなるか分かんない展開になるのに、うん、令和の虎見てないでしょ。いや見てます。見てないよこんなの。受けるわけないじゃんこんな回。いやなんか先生のところってしかもなんかちょっと大きめの歯医者さんですよね普通。なんか町医者よりは大きいですじゃないですか。だからこそ余計にこの100万円がちっちゃく感じちゃうんですね。なんか町医者とかだったらなんか逆にまあ一応100万もあるかなとかって思うんですけど、結構先生のところ大きいので、まあ一番はやっぱり広告費用に僕の出したあと160万と虎の皆様から借りた100万、この260万で全てやろうと思ったんです。これ以上はもう広告費用としては出さないぞっていう感覚があったんですね。だからその500万とかおっしゃったんですけど、そこまでかけてまではもう広告しないという考えで今日来たんですけど、なんかただただ寒いって感じちゃいますね僕は。個人の感覚でスパをそういう雰囲気にしようっていう意図はないです。今回は明らかに本人が出せそうすぎますよね。でも、はい、ちょっとね、まあ、今日僕も皆さんと同じように今これ見てるんで、やっぱどう見てもこれだけの立場の方であなたがいくら預貯金があるか別ですよ、でも世間的にもう経歴でおっしゃったようにこんな大きな規模の委員をやっていて100万円っていうお金はそんなん軽く出せるお金なのをガチでここで勝負かけてきて100万円についての議論をここでするっていうのがもう僕にしてみるとこのことの方が茶番なんですよ。本当同じく茶番にしか感じないここ、はい、全く同じ件です。なんで100万で来たんだろうって。
そのあなたは自分で自分の160万を含めて260万しか広告費にかけるつもりがないっていう、そんなのはあなたの言い分であって、はい、だったら勝手にやればいいじゃんって話じゃん。260万って自分でできるし、しかもね、まあ助かるっちゃ助かるんですけど、10回で返してくれますかね、10ヶ月後に困ってない感がそこにも出てます助かるんですけどね、はい、その100万円で金利 15% じゃないですか、はい、この出演自体も広告だとしたらそれを知ってほしいわけなんで、広告活動ですよね、今広告活動でいらっしゃったっていうのが目的ですよね、はい、その金利 15% だったら100万円で15万円だけでなんかこの場とか我々を使って広告しようっていうことにも感じちゃうんですよ、まあ、それがあれだったんです。最初にこれいいんですか言って、なんか最初150万円で100万円を150万円でお返ししますって言ったら、その金利のあれでダメだっていうふうに、それは分かりますけど、300万にして45万返せばいいじゃないですか、うん、まあそれはい、そのぐらいのまあ覚悟でやっぱ来た、てか覚悟っていうか想像力がないと思うんですよ、単純にあなたの目的は達成できないんですよこのままだと。あ、その今何かをこう変えてどうにかするアイデアってあります、うん、まあ、お金の件はまあそうなのかもしれないですけど、実際はこれを使うことによって患者さんっていうのは非常に分からない部分が明確になるわけですね。そうすると本来受けない、諦めてた治療を受ける可能性があるっていうことですから、まあ、それをなんて医療の、まあ、ある意味チャンスを与えるような、そういう別の進歩にぜひ投資していただきたいなと。トラも番組も視聴者も、はい、ハッピーじゃないよねって話をしてるんです。あなたと患者さんとか、はい、全国の歯医者さんはハッピーかもしれないけど、うん、そんなの関係ないじゃないですか僕が言ったこと。あ、 QA がなんか実にお二人ずれてる、要は宣伝目的で来られてるのにこの形だと、まあ、もう盛り上がらないんで宣伝にもならないしっていう、うーん、まあ、確かにね、過去にも500人近い志願者の中で、うん、この人間違いなく宣伝目的で来たんだなっていう人が何人かはいましたよ。それでも 100% そうだって僕らが思うわけでもないし、うん、額も額それなりにあったし、うん、それで言うと遠藤さんね、それの極めつけなんですよ本当に。あ、はいはい、もう 1000% あなたのビジネスを宣伝する目的しかないなって僕今思ってるし、うん、うん、でもう一回だけ言いますけど、あなたの立場で100万円って持ってきて、その100万円が10万円単位で積まれていくっていう茶番をここでやるのはちょっとね、さすがの俺も耐えられないわこれ。広告してあげる事前授業の番組じゃないんでここは、うん、みんながハッピーじゃないといけないんで、そうですね、なんかだから大嫌いって言ったんですよ。いじきた、いじきたねえなと思って。社会的なんて、うん、みんながそんなこと言いますよ。これがもし社会に広まればね、それは誰もが個人的に言い分としては持ってるんだって。だからそれを Q&A で今聞きたいわけじゃなくて、やっぱりそれが主たる目的で成立してる番組じゃないってことはやっぱ分かってほしいんですよね。ちょっと 露骨すぎ、うん、露骨すぎかもみたいな。僕も言ったように確かに今までもいたけど、はい、これだけとてつもない露骨なのは本当に遠藤さんが初めて。あ、まあね、僕もね、そういえば志願者で昔出てね、1000万で出ましたね僕はね。でじゃあまあ1000万ぐらいあるでしょうっていうツッコミに対して、もう皆さんと一緒にやることで盛り上がってリターンもあってっていう感じ、うん、僕は1000万あるだろうっていうツッコミはあったでしょうけど、まあ、一応僕はそれは切り抜けましたよね、うん、一旦何ですかこれは。医療費、そうですね、先ほどお話ししたで、これをお話しさせたら、遠藤さん長いですか。大嫌い、いや、すみません、大嫌いです、もう KO したいです。あ、大嫌いつまんない。あ、そうですか100万積んだんですね。はい、一人出し、はいはい、つまんないけど、みんな歯の悩みとか消えたりとか、はい、見た目美しくなったりする後押しになるし、なんか普通にこれ自体いいし、別に投資だったらリターンもいいし、うん、ただこの令和の虎っていうのは視聴者さんの中で歯医者さん何パーセントいるんでしょうねって考えたら、もうこんなもんでいいかなっていう、うん、まあ、いいものだから月額で数ヶ月使ってみてもらったらね、それでよしあし判断してもらえればいいと思うんで、はい、気軽に入ってみてほしいなっていうので、もうこれ以上だらだらやってもあんまり変わらないのかなっていう結果が思いました、うん、はい、ということで、大嫌いという志願者のに対してトマピーから一人出し100万円出ました、このタイミングでじゃあ自分も一人出し100万出すよという方がいらっしゃればご表明ください。僕もはい出したいです。はい、僕やっぱレアナトラに出てて、はい、結構歯医者さんから YouTube やりたいっていう問い合わせあるんですよ。あ、そうなんで、多分これは歯医者さん結構見てるんじゃないかなと思います
いや本当に来るんですよ。結構見てるんですね。見てます多分歯医者さん。はい。他の方はよろしいですか。はい。では一旦ですね、完全オールです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで遠藤さん、はい、お二人から100万円全額の独り出しが出ましたので権利があなたに移ります。エクシードとなりますので、どちらかを選んでいただくのもよし、お二人から比率いくらかでいただくのもよし、ご自身の判断にお任せします。いかがでしょうか。竹内社長お願いいたします。振られてる、振られてる。どっちかって盛り上げてやろうとしてる。大嫌いとか言うから。違う、今ね、惜しい惜しい。あのね、竹内社長を選ぶのはめっちゃいいんだけど、トモハッピー大嫌いだから竹内社長って言われた。そこまでもう。遠藤さん、はい、じゃあ他の方にも感想を聞いていきましょう。青さん、僕はちょっともうちょっと話聞きたかったなっていう感じですね。聞きたかったよ、はい、いや、まあわかんないですけど、なんかもうちょっと詳しく聞きたかったんで、まあちょっと今後は楽しみです。はい、安藤さん。そうですね、なんか別に硬いしお金もあるんで、別に出しても出さなくてもよかったんですけど、逆に出さなくてもどうせやると思ったんで、はい。はい、林さん。いや、とってもいいビジネスモデルだと思いますし、僕も使ってみたけど、こんな安くなるんだみたいな風に思ったんで、やりやすいし必要なもので広がるんじゃないかなと思いました。誰も出す人がいなかったら出そうと、多分もし順番に来たら残り全額って書いてただろうなと思います。では振られたトマハピーどうぞ。いやー、振られちゃいましたね。僕も初めて面と向かって大嫌いなんて言っちゃったんで、ある意味いい思い出になってハッピーな日でした。ありがとうございました。ありがとうございます。では最後、竹内さん。はい、僕もちょっと話をもうちょっと聞きたかったのが、その広告費なんか全般って書いてあるみたいな感じなんで、なんかもうちょっとどういう戦略があるのかなっていうのは聞きたかったんですけど、あ、まあ、そこはちょっとおいおい、いろいろ考えてます。プロなんで大丈夫です。